飯にいたしましょう。ご主人様よりも先に手をつけるメイドがどこにいる？にゃあ。主人様、このサラダとっても美味しいです。もしよろしければお皿に取り分けますので召し上がってください。なんですよ。気に入っていただけましたか？ええ、お酢とごま油とお醤油で。隠し味もあるんですけど、隠しなので秘密です。
ペコリ。はい、ご用は何でしょうか。そうですか。ではその大したことのない用事というのをお申しつけください。確かに本日は夜まで雲一つない晴天となるでしょう。明日も日中は日差しの見えることが多いのですが、夜から次第に雲が多くなり、早ければ深夜から雨となる可能性があります。雨は明後日の昼まで降り続くと予想されます。今のところある程度の予測が立つのはこの程度です。ご主人様が天気のことを気にしておいででしたので。ご安心ください。私の判断ではありません。マージの収穫はほぼ9割以上の的中率を誇ります。決してご主人様を落胆させることはないでしょう。
申し訳ございません。どうやら私はご主人様の意図を汲み取れなかったようです。ご主人様は世間話をご所望だったのですね。わかりました。それでは。フィンを呼んでまいります。私ではお役に立てそうにないので。それでは私はこれで。しばらくお待ちくださればフィンがこちらに伺います。主人様、昼食の支度ができましたわ。食堂にいらしてくださいましね。お昼ご飯は？何かな、何かな？和風懐石にしてみました。フィンには申し訳ありませんが、すでに毒味も済んでます。安心してお召し上がりください。ママがそんなミスするわけないじゃん。念を入れて損をすることはないでしょう。私たちの職務は、怒ってしまってからは許されないことを、夢忘れないように。まさかで想像できる範囲のことは現実で起こりうる可能性を否定できません。
ご主人様も自覚をなさってください。アメリアは考えすぎなのにゃ。考えすぎはハゲるのにゃ。エリカ、私にできないことなんてないに決まってるじゃない。エリカもできるのにゃ。ほらほら、この純菜って初めて食べたけど美味しいです。すだちの汁とみりん醤油が味の秘訣なの。わさびも乗せるともっと美味しいわよ。Thank you.
ください。あなたの命、いえ魂は危機に瀕しています。ですから私の忠告に従うのです。さもなくば恐ろしい悲劇があなたを襲うでしょう。私の正体は巫女なんです。私の正体よ。それなんです。近日中にこの山で善と悪の決戦の火蓋が切られます。邪悪な大悪霊です。この山にいては危険です。一刻も早く避難するのです。どうして分かったのですか。私が善の代表である正義の巫女みなしろ木の葉であると。はい、そう呼んでくださって結構です。集団に狙われているのを感じたからです。
たには多くの霊、人ならざる者とが接触した痕跡があります。これはきっと悪霊があなたを狙っている証です。あなたにもきっと心当たりがあるはずです。最近病気がちだったり、借金が増えたり、あるいは恋人から振られたり。私も忙しい身の上、このように忠告するのが今私にできる精一杯のことなのです。あなた、お名前は？では、天璋院さん、縁があったらまた会いましょう。